ですね、エッシェールズカラーバターオーシャンブルーを使ってブリーチしてない黒髪です。ただの黒髪地毛4レベルに対して染めていきたいと思います。はい、まずオーシャンブルー、どんな色かって、オーシャンブルー、はい、こんな感じです。いかがでしょうか。よく見て、はい、感じてみてください。オーシャン、オーシャンブルー、こちらになります。はい、で黒髪です。ただの地毛に対して染めていくんですけど、はい、ドン、黒髪、ただの地毛、はい、光当ててるんでちょっと明るく見えるんですけど、ただの地毛、黒髪です。はい、いかがでしょうか。はい、こんな感じ、黒髪、はい、ただの地毛、はい、これね、はい、に対して、オーシャンブルー染めていきたいと思います。はい、で一応貼り付けたんで見てください。はい、黒髪です。4レベルです。はい、これ、はい、オーシャンブルー書いていきます。はい、オーシャンシャンんブルー、はい、ブルー、はい、オーシ、はい、黒髪、ブリーチしてない黒髪です。はい、オーシャンブルードーン、はい、こんな感じです。はい、いかがでしょうか。実際に染めさせていただきたいと思います。はい、で染める時の注意点ですね、注意点、はい、たっぷり塗ってってください。オーシャンブルー、はい、ドン、はい、このようにたっぷりです。はい、で塗る時もオーシャンブルー、ドン、はい、たっぷりです。こんな感じで、よくたっぷり塗ってます。今ほら見てください、これたっぷりでしょ、ほら、よく見てください。で、たっぷり塗ったんですけどね、これ裏返すと、裏返しますよ、いきます、せーの、ドン、ほら見てください、これたっぷり塗ってもこのほら中側が染まってないんですよね、染められてない、こんあんだけたっぷり塗ったのに。ですので裏返したりとかして、またさらにちょっとたっぷりこうやって追加します。はい、こうやってね。で、ご自身で塗るときなんかは、まずたっぷり塗るんですけど、その前に濡れてる状態で塗ってってください。まず濡れてる状態です。濡れてる状態からたっぷり塗ってってください。たっぷりです、はい、たっぷりで、さらに溶かしながら塗ってってください。溶かす、よく溶かす、はい、溶かすで、揉み込む、溶かして揉み込むで、さらに毛束をこう広げて、内側のが染まってないことがもう多いんで、で染めムラになりますんで、はい、たっぷり塗って揉み込んで溶かして毛束を広げると、はい、では実際にやっていきたいと思います。はい、たっぷり塗ってね、あね、たっぷり塗って、たっぷり塗って溶かします。はい、溶かします、このように溶かします。はい、でさらにまたたっぷり塗ります。はい、で揉み込んだりとか、毛束をこう広げるってこういうことです。はい、毛束広げてってください。はい、そうすることによって毛束、髪の毛一本一本に対してしっかり染めていくイメージですね。はい、ほら見てください、このように、はい、はい、ドーン、オーシャンブルー、黒髪4レベルに対して染めてます。こんな感じ、ドン、オーシャンブルー、毛束広げてます。はい、いかがでしょうか。よく見て感じてみてください。はい、ね、で、よくまたさらにこれ溶かします。はい、よく毛束広げて、さらに溶かしながら、はい、たっぷり塗って、よく溶かして、内側の毛束の染め残しですね、はい、多いので注意しながら塗ってってください。はい、かなり本当ご自身で塗るときは染め残しが多くて染めムラになってしまいますので、ぜひですね、そのようなことがないように今言った点を注意しながら塗ってっていただけると、いい感じに染めムラなく綺麗に仕上がりますんで、ぜひ参考にしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエーイイエーイ。最後までご視聴いただくと、エイシェールズカラーバターのオーシャンブルーを使って
ブリーチしてない黒髪に染めた仕上がりですね。これに染めた仕上がりがドンピシャで分かりますんで、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。イエイのイエイ。はい、ぜひですね、オーシャンブルー黒髪に染めた仕上がり、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。イエイのイエイ。ありがとうございます。はい、こんな感じ、オーシャンブルードン、ありがとうございます。イエイのイエイ。はい、それでは流して仕上げてみましょう。エイシールズカラーバターオーシャンブルーを使ってブリーチしてない黒髪です。地毛です。4レベルに染めてみた仕上がりがドドドドドン。はい、いかがでしょうか。うん、かっこいいですね。いい感じです。綺麗に染まってます。はい、うん、よく見て、ほら感じて見てください。ほら、いかがでしょうか。はい、オーシャンブルー、綺麗に染まってます。はい、かっこいいです。ほら、よく見て、うん、いい感じ。はい、それではちょっと貼り付けて見てみます。はい、いかがでしょうか。ドン、オーシャンブルー仕上がり、黒髪4レベルに対して染めた仕上がりです。はい、で使ったオーシャンブルー、こちらドン仕上がり、いかがでしょうか。はい、綺麗に染まってます。こうやって貼り付けるとちょっと分かりにくいところもあるんですけど、はい、光に当たって見ると綺麗に染まってます。はい、これでも十分。はい、ちょっとなんかね、ちょっとなんか染まってる感出てていいじゃないですか。はい、かっこいいです。でも光とか当たると、せーのせーのドン、ほらね、こんなに、うん、いい感じ。それではちょっと比べて見てみます。はい、いかがでしょうか。こちらブリーチしてない黒髪、ただの地毛4レベル、はい、染める前の状態ですね。はい、に対してドン、ほら、いかがでしょうか。全然違いますね、こう比べると。ほらね、全然違う。ほら、こうやって比べるとよくわかりますね。ここに、こっちは地毛です。はい、でこっちが染めてます。はい、ほらほら、でこのようにオーシャンブルードーンと、結構ほら濃いんですよ。しっかりしっかりした色です。はい、いかがでしょうか。染まってます。はい、いい感じで、これ貼り付けて比べてみてみます。はい、貼り付けてビフォーとアフターで見ると非常に分かりやすいと思いますんで、ちょっとこれで貼り付けてみます。はい、ビフォー、ビフォーとアフターです。染めた後です。仕上がりです。これを貼り付けて比べて見てみます。ドン。はい、いかがでしょうか。オーシャンブルー黒髪地毛4レベルに対して染めた仕上がり、ビフォーと、これがそうです。はい、黒髪です、地毛です、4レベルですに対してアフター、ほらこんな感じ、うん、いかがでしょうか。こんな感じのオーシャンブルー、これに対して染めると、ほらこんな感じです。ドン。いかがでしょうか。まず色綺麗に染まってます。はい、オーシャンブルー、うーん、オーシャンブルーブルーブルー、結構濃いですね。はい、ちょっと濃く暗めに入ります。濃い色なんでオーシャンブルーって感じかな。はい、ブルーって感じ、結構濃いです。はいはいね、だって比べるとそうですよね。はい、よく見て感じてみてください。はい、で光を当てると非常に綺麗なんですよ。やっぱ結構色味が濃いんで、光を当てないと結構濃くドーンと入ってますね。はい、だけど光を当てるとドーン、いかがでしょうか。ほら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 、ね、これね、もうパッと見た感じでわかりますよね。ほら、光当たってる状態パッと見てわかります。はい、でオーシャンブルーなんですけど、まあブルーなんですけど、ちょっとやっぱグリーンが上がってます。オーシャングリーンまではいかないですよ。オーシャンブルーグリーンぐらいかな。はい、ちょっとグリーンかかるんですよ。はい、やっぱ黒に対してブルー入れるんでグリーンかかるという、はい、
ちょっとグリーンかかる。はい。まあまあまあ。でもまあ、綺麗に染まってます。はい。黒髪に対して、オーシャンブルー染めると、ほら、このオーシャンブルーです。これ。が、黒髪に染めると、やっぱブルーなんですけど、ちょっと仕上がりがグリーンに、ちょっとマットに、うん、若干だけど、うん、ちょっとね、はい、寄ってしまいます。ような気がします。ねえ、だってそんな感じしないですか？ほら。うん。このまま、ブルーがドーン入ればいいんですけど、黒に混ざるんで、ちょっとだけグリーンっぽくぼやけるかなと、はい。そんな感じですね。はい。はい。綺麗に染まってます。でももう純粋に綺麗ですよ。かっこいいですよ。いい感じ。はい。ほら、ほらほら。よく見て、ほら、よく見て、ここに、こんな感じね。よく見て、感じで見てください。はい。で、こっち染める前の状態です。ほら、違いがはっきりとわかりますんで、よく見て、感じて見てください。イエロイエイドーン。あ、ツヤ感がね、全然違う。あの、染める前より染めた方が全然こうまとまる。黒髪に対して地毛なんですけど、そんなこう傷んでるわけじゃないんですよ。けど、それに対して染めると、ほら、しっとりする。しっとり。パサつきが全然なくなります。ほら、ね、見た感じも違うと思います。はい、綺麗に染まってます。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。イエロイエイ。はい、ありがとうございます。ぜひ参考にしてみてください。イエロイエイドン。ありがとうございます。Yeah, no, yeah.